どうもお世話になっております。よろしくお願いします。ファンチャンネルまっちゃんでございます。自己紹介お願いします。桜井裕二と申します。男桜井でございます。はい、ヤクルトスワローズの古田さん、あとは朝青龍関ですね。強い力で揉んだり表面をさすったりしてもリンパって実は流れてない。リンパドレナージやってる方いっぱいいらっしゃるんですけど、表面を流れてるリンパって 10% 程度なんです。危ない、危ない、お父さん。ああ気持ちいい。今までの中でいっちゃん気持ちいいかもしれない。本田先生よろしくお願いします。はい、じゃあまっちゃんに体験していただきましょう。はい、リンパはやっぱ大事かい？大事ですね。リンパってそんな気にしてない先生多いと思うんですよ。はい、お医者さんにね、リンパの専門家ですって言うと、リンパってどんな効果あるんだってドクターでもなご存じない方が多いです。いやでだよね。本来体の免疫力を維持するのがリンパ液なんですけども、お医者さんはお薬で治そうとするんですよ。だからリンパの情報や知識をご存じない方が本当多いです。あんた何やってんだいっていつも言われちゃいます。リンパが大事だってなったきっかけは何なの？今から40年前、僕スキーの選手だったんです。その時に転倒して膝グキャグキャって折っちゃった。その手術をしたのがアメリカのドクターで、日本から来た選手だから少し実験しようっていうんで、ストレッチをしながらリハビリをしてたんですね。そのリハビリの方法がひねりを使うストレッチだったんです。でそのひねりを使うストレッチでむくみがほとんどなくなっちゃったんです。普通手術をするとメスを入れたり中にプレートを入れたりするので膿が出るじゃないですか。その膿がね、僕ほとんど出なかったんです。隣にね、カナダのアイスホッケーの選手が入院してたんですね。同じような膝の複雑骨折で、彼はチームドクターがついてきてリハビリをしてたんですね。だからオーソドックスなリハビリしかしなかった。治りは遅かった。へえ。治りがすごいよく、むくみも出なかったんで、これはすごいというので、今スポーツリハビリテーションの中ではひねりのストレッチが多く向こうではやっています。へー。ただ日本ではやってない。ちなみにどんな有名選手やってるんですっけ？やってた、はい、やってた昔ね、あのヤクルトスワローズの、古田さんが膝を怪我した時にチームトレーナーに内緒でお越しになって、チームドクターではなかなか治んなかったので、早く治したいっていうのでお越しになりました。へえ、いい人でした？いい人ですよ。頭いいしね、会話の中で体のことを研究してるなっていうのはよく分かりましたね。あと誰やってたの？あとは朝青龍関ですね。朝青龍は何のために読んだよ？朝青龍関は筋肉痛になるのが嫌だ、トレーニングするのが嫌だ。ウケる。でもトレーニングしてこのストレッチを途中に合間合間にすると、桜井さん筋肉痛になんないよっていう、で成績が良くなった。で最後の表彰式の時にモンゴル帰っちゃったっていうのは覚えてます？覚えてる。帰る前に先生腰が痛くてお相撲協会に休みを取ったんだよ、腰直してよって言ってきたんですよ。本当に腰痛だったんですよ。でやったら、お、調子いいな、ここで明日飛行機乗れるわって言って羽田から来てるんですよ。サッカーやっちゃった。じゃあやっぱ先生が原因の可能性あるな。まっちゃんね、今ねリンパを流すので肩甲骨周りを柔軟にしてるんですよ。肩甲骨が動いてるんですけど見えるかな、いける？肩甲骨剥がしなんて言ってここに手を添えてる施術があるんですけども、あれよりもこういう動きをして肩甲骨がこれだけ動くようになる。ストレッチをして肩甲骨の内側のリンパ液を排出している技術なんです。これができたら、みんな肩甲骨剥がしできちゃうってこと？そういうこと、そういうこと、そういうこと。そんなにね難しい技術じゃないんですけども、タイミングと方向と圧力、それからカウント数、リンパって1分間に10センチぐらいしか流れない、もた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 してるんですけど、そのもたもたしてるのを把握して
一つの施術を10カウントぐらいずつしていくとじわーっと流れていくんですね。だから強い力で押したり強い力で揉んだり、表面をさすったりしてもリンパって実は流れてないんです。リンパドレナージやってる人いっぱいいる。いっぱいいます、いっぱいいます。こすったりオイルマッサージしたりリンパドレナージやってる方いっぱいいらっしゃるんですけど、表面を流れてるリンパって体のリンパの 10% 程度なんです。さあ、そう言いながらちょっと背中がきれいに出来上がったので、うん、左側のね、背中の筋肉がふわっと浮いてるんですよ、うん、ここですね。こっちはまた平らです。で、これで左側の上半身が終わりました、はい、これから左側の下半身に。なんでかというと、はい、体の中を流れているリンパは右と左で 70% と 30% に分かれてるんです。哺乳動物、チンパンジーでもクジラでも左側が 70% 右が 30% って哺乳動物は全部そうなってるんです。決まってるんだ。はい、決まってます。心臓の位置とか違う人とかいる？右側に心臓がある方もリンパ管だけは左側の鎖骨に7割入ってます。へー、じゃあ左、やっぱり入念にやった方がいいですか？そう、左側を入念にやった。だからラジオ体操でも何でも左手からストレッチ始めるっていうのが非常に正しい。では左の下半身に行きます、はい、ももを曲げていってどのぐらい筋肉の硬さがあるか。これでももの前が硬いって分かりますか？分かる。痛いですね。痛い、もも前は非常に硬いです。ここで限界ね。うん、これ痛みなくなるの？痛みなくなります。今から、うん、膝を横に曲げていきます、はい、リンパアクティベーションのストレッチは体の関節関節をひねるっていう状態を作ってます。これで股関節をひねってますね、はい、で膝を横にギューって開いていって、鼠径、はい、リンパ節って言ってお股のリンパを流す方向でストレッチをしています。これどこも揉んでもいないし、はい、強押しをしていない、はい、これがねうちの特徴です。でもう一つうちの特徴的なストレッチです。おお、何何、股関節を開いて。これ大丈夫？大丈夫です。オーケー、はい、足が長くなります。おお、はい、おお、気持ちいい。先ほど言ったようにリンパって1分間に10センチぐらいしか流れない、ゆっくりしたものなので、ギュンギュンやるんではなくて流す、少し戻す、また流す、少し戻すっていうのを何回か繰り返して断続的なストレッチを行う。パッと見誰でもやりそうだけど、そんなことない？やはり順番と角度というのは、見よう見まねでやると股関節に変形をもたらしたり筋肉を痛めたりするので、ぜひ習って順番と角度、知っていただければと思います。これはみんな学びに来りゃいいんだよ。そうですね。でさっき開いたのがもっと横に開くのがすごく柔らかく開いていく。で先ほどやりました足を曲げていきます。どうですか？自分で曲げてもふわふわっていくと思います。ふわふわ、はい、柔らかいですね。柔らかいし前痛くない？痛くないです。もも前が痛くないです。持ち上げます。はい、あ、もう全然痛くない。はい、今度持ち上がっていきます。こんな感じですね。これが痛くなかったりすると疲労回復になってくる。そうです、そうです。うわー疲れが取れた、お風呂入ったみたいって皆さんおっしゃいます。確かにボコボコするの。はい、これでねちょっとまっちゃん起きていただいて、はい、画面の前にお顔を見せていただこう、はい、どう？顔一切触ってなかったね。まっちゃん右肩を下にして寝る癖があるのかな。あ、なんでわかるの？このね鎖骨のこの角度が垂直にこうなってるんですよ、はあ、だからこれを牽引すると、あ、左よりも肩は右下だわっていうのがわかります。あ、僕はね、うん、右耳が全く聞こえないのよ。あ、そうですか。そうだから必ず右が下。もう一個言ってよければですけど、はい、右の顎の親知らずの変形っていうのと、はい、右の耳の耳介っていうんですけど、はい、そこの骨の角度が変形をしているので、鼓膜に炎症が起きて聞こえなくなったんだと思います。
今右手やってますけど、さっきよりも痛いと思います。え、なんで？顎の骨の角度が悪いので、変形しているところにアプローチすると痛みが出てきます。あ、さっきよりもキリッと痛いでしょ？痛い。これ痛いね。痛い。左手よりも全然。ああ痛いね。うん、角度が全然悪いので。ああ痛いね。うん。おお、右の方がやっぱ悪い。悪い悪い。ああ悪いよね。うん。まあ明らか違うもん。決まってんなこれ完全に、うん。決まるっていう感じがよくわかると思います。はい。で指一本一本にも意味があるんですよ。はあはあ、で人差し指は首の後ろの筋肉、中指は背筋、薬指は腰の筋肉っていう神経がつながっている場所があって、はあ、官能っていうところで、はあ、神経がつながってるんですね。一つ一つ分解してストレッチしていくことで脳が元気になるんです。あ、その悲鳴が聞きたかった。ちょっと、うわ気持ちいい。ね、だんだん気持ちよくなってきた。 それで頭の上に手がスーッと上がるようになってきたんです。ほらほら、いいじゃないね。えいいっすね。で今度右ね、さっき釣りそうだったところ、はい、いきますよ。ほらもも合いがこんな張ってる。痛いね。おおおお父さん、お父さん、ここ伸びて痛いですよね。危ない危ない危ない、お父さん、おいおい、うわうわうわ、右やばい、おけつ痛いですね。痛い、うわお、うわ、右やばい、あ気持ちいい。股関節が柔らかくなってきたので気持ちよくなってきました。でさっき一番最初やった、はい、もも前が痛かったのをやります、はい、どうですか。あ全然痛くない。なんだったらめっちゃ気持ちいい。はい。で持ち上げていきます。はい。こんな感じです。おー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 、もも伸びてるの分かりますよね。これまっちゃんはリンパ流れてるのか流れてないのかで言ったらどっちなの。ね、普通の人に比べたら柔らかいです。筋肉は柔らかい。ただリンパは流れてないです。筋肉は少ない、リンパは流れない。だから女性の方はむくみやすい。じゃあもう僕の体はどちらかというと女性化してる。女性っぽい。そう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 。あ、女子化するよね、運動しなきゃね。まず受けた感想を述べますと、はい、じわ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 っていう感じが今までの中で一番気持ちいいかもしれない。ありがとうございます。なんで完全にその疲労がなくなっていくっていう感じはなんとなく伝わりました。でもこれやっぱりさ、月に何回も来ないかんの。いえいえ、人間のバイオリズムってだいたい25日から28日周期なんですよ、うん、そのバイオリズムの中で1回やっていただければ、リンパ液って1分間に10センチ、それがずっと流れ続けるシステムを今作ったので、はい、月1でいいんです。スポーツ選手は筋肉を酷使してますから、うん、1週間に2回ぐらいやってるけど、僕らみたいな普通に生活してる人だったら月1で大丈夫。月1で大丈夫です。それはいいです。だから、うん、64でも頑張って広めておかないといつ俺いなくなるか分かんないじゃないですか。朝死ぬかもしれない。早めに皆さんに体験していただいて、早めに皆さんの評価を受けたい。そのためにまっちゃんにお願いしてこういうステージを用意させていただいたんです。だから痛い、リンパドレナージュ、痛しかもって思ってる人たちの中にも、はい、リンパは痛みじゃもう強くやっても意味がないよと、はいはい、気持ちよくやれるリラクゼーション目的と、はい、あとは治療的な目的と、はい、ね、両方兼ねてみた。そうなんです。この技術をね、みんな受けに来てほしい、はい、そうなんです。というところですね、うん、受けていただければ、こんなに楽なの、これがね、分かっていただけるんです。受けたら分かる気持ちいいやつや、ね、今日は以上となります。はい、はい、それでは皆さんさようなら、またの機会をお楽しみに。だから体がつながってる、繋がってますよ、繋がってる、全部繋がってる。顔触らなくても顔ちっちゃくなることなんだよ。なります。結局そういうことなんだよ、はい、口の中で唾液がいっぱい出てると思う。うん、出てる。
それが唾液腺っていうのを活性化してるので小顔になる。じゃあ今見てくれてる人の中で、あ、私ちょっとツバ少ないかもっていう人はむくんでる可能性がある。可能性あります、はい、だってまっちゃんと同じですね唾液が出てると胃酸を中和してくれるのでお腹が空かないんですよ。いいですよ、唾液を出す運動、ストレッチをしていただければお腹が空かなくなるんです。だって